それでは第2試合行ってまいりましょう。はい、グランプリ1回戦第2試合10分1本勝負を行います。青コーナーよりカレン・マル選手入場。上の選手
手をやってますからね、ここで一緒につながったのかなと思って、はい、あー、さあ、ハリセンタシエルフォースね、エルボに対してエルボに引き返してくる、いやー、それはちょっと良くないんじゃないかって感じですね。バックドロップの回転さあ、バックドロップ回転ブーブー、いやー、ナイスがちょっと腕が気になってますね。あ、そうですね、ちょっとこれ本当に効いてますよ。大丈夫ですかね、はい、取れてません、取れてはないです、取れてはないです、取れてはないです、取れたらもう攻撃中止です。あー、ちょっとこれはね、ちょっと左っていうのはやはり、はい、投げてないです、まあ、これあ、コースペー、指示しましたね。あ、そうですか、はい、僕的にはあの T 字カミソリを用意したんで、いや、脱毛じゃないです、ムダ毛が出ちゃったじゃないです、あー、あれでやるの、スプラッシュが、そうですね、あ、ちょっと危なくなってしまいましたね、明らかに滑った模様になります。そうですね、これは腕のせいですか、これは夏のせいです、夏のせいですか、はい、あ、腕のせいですね。あーと、いいじゃないですか、舐めるなと言わんばかりに、あ、タイガーが来た、しかしクラッチが甘い、さあ、慌てたようになりましたね、あー、脇固め、違う、ジャンピングアンプリカ、これはきつい、これはきつい、これはきつい、厳しいですね。さあ、オープン、大丈夫か、大丈夫か、さあ、行きますか、行きますか、キープしてありますよ、さあ、行きましょう、それ、それ、それ、ちょっと、あー、オープンしかなったか、オープンしかなったですね、少しロープに近づいてしまいましたね。そうですね、はい、ただあのぐらいでやはり衝撃が強いですね。いや、本当に聞いてますね。さあ、5分経過、5分経過、ファイナルスパース、残り時間、残り試合時間5分、さあ、5分後に何が起こるのかと、そうですね、僕がお客さんだったらですね、引き分けろと思ってますよね、そうですね、引き分けろ、引き分けろっていうやつですよね。あー、エゴ、あー、逃げる、もし、しかし引かないですよ、とにかく腕、腕、腕、さあ、腕が、そしてお、なんだ、お、チームシャークないですからね、そうですね、後続にいるもダメージを与えて、あー、ドラッグの腕を、あ、ここは、さあ、ここではマジームシャークがやってくれるか、あー、あー、5分42秒、5分42秒マジームシャークの入して、カレンタル選手の勝ちでございます。Thank you.